20ぐらいなんで8番で打ちたいんですけど、ちょっと上げてる感じが届かないかもしれません。でもね、硬いから手前からがいいんですよね。わあ、なんで、すごい右行っちゃったじゃん。お風かな。うん、ちょっと長かった。右向いてた。いや、こう行ってたよね。もう行った。なんで風違う、うん、アゲンストで右だから戻されちゃった。やっぱりか、やっぱり7番だったな。じゃあバンカーってさ、うん、柔らかい砂と硬い砂あるじゃないですか、うん、打ち方って変えるんですか。打ち方は、まあ、変えるっちゃ変える。気持ちを変える。硬いからちょっとこう負けないように打つとか、そんな感じとか、ちょっとなんかフェース開いてなんかすくう感じで打ったりとかしてますかね。硬いとフェース開くの？そう。あの、弾いちゃうから、なんて言えばいいの、私はね。ここは多分普通にドンって。まあ、大丈夫です。あの、最近バンカー上手いんだよな。硬いと跳ねちゃうから薄く取るのか。そう、入れようとすると逆にね、跳ねちゃうから。そう、あんまりふかふかなとこのバンカーって多分少ないから、ゴルフ。そうだね、そうだね。あら、あんまり出会わない。いいゴルフ、いいゴルフ場というか、多分サラサラの砂はあんまり見ないよね。やっぱカレドニアとかは結構サラサラな砂とかが入ってるから、バンカーとかもなんかズボってなっちゃったりするけど。そうか、よし、もうラインが全く読めない。はい、ちょっとね、はい、なんですか。またちょっとゴルフ頑張ろうかなと思って。山ちゃん、そう、でいろいろ聞いてみようと思って。自分が思ってることったら今聞いてる。あ、ない、いいですね。そう、質問形式で、あの、ちょっとやるとやっぱこういう時どうするのかって気になるよね。うん、なる。硬いバンカーの時にいつもなんかやっぱさ、練習しないからさ、なんかそう、やっぱ弾かれちゃうんだよね。弾くから、もう、まあ、男性はでもこういう、こんぐらいのバンカーは。あー、でもなんか無理して入れると今度飛ばないんだよね。もう開いてもなんか薄く、もう、パンって。どっちかって多分、フェース返した方がいいと思うんだけど、こうやって。あー、そうだね、負けないようにね。そう、苦手なんだけど、私は。感じでできたら、まあ、飛びやすいから気をつけた方がいいと思うけど、少しいつもよりは優しくみたいな、うん、男性ならまあギリギリ出せんじゃない。熱くなってきました。なるほどね、ここもすごいね、うん、こっちから打つか。あのゼブラより左？ゼブラより左、あーでもゼそうですね。まあゼブラより左を狙いたいかな。
ねえやばい、これどうする、どうする、こう奥入っちゃったらもう一生の終わり。あれ落ちてる、いた、これどうしよう、こいつはなんだ、取るしかない、無理かも、私は取れ、取ろう、取れる、うん、ちょっと切り株に、森にお帰りなさい、はい、避難させました。いやもうこの時期ほんと虫が嫌だわ、ぬると寒いな、うん、ちょっと風がね、はい、あって多分ね、95ヤードから80ヤードで、うん、ピッチングで打ちます、ちょっとしっかり打っちゃおうかな、おー、ナイス、完璧かも、結構飛んだしね、ドライバー、バンカーってすぐピンってすごい嫌だよね、しかもあのバンカー結構顎高いから乗りたくなかったから、だからって強く打っちゃっても怖い、でももしかしたらちょっと大きいかもしれません、思ったより奥行っちゃったですかね、あった、奥だわ、完全に、うん、ねえ、バーディーチャンスみたいな感じが良かった、ダメですね、パーハー取れません、やっぱ硬いからグリーンが、かなり手前に落とさないといけないけどさ、ピン手前でさ、手前あのでっかいバンカーってさ、打てないよな、351ヤードパー4です、これも左行きすぎると遠くなっちゃうから、できれば真ん中ゼブラの方に打っていきたいです、やべ、なんであんな、あそこでよかったのかな、おう、そうだね、こうゼブラが思ったより遠いところにあったね、あ、一番いいところだったのかもしれない、あ、本当あのバンカーの右側だったのかね、うん、まあいっか、今ねテイクバックでなんか体重の位置がどっか変なところにあったってちょっと分かんなくなっちゃった、これはちょっと7番ウッドで多分ね、160の上りの170ぐらいあると思うんですよ、本当は5番ウッドがいいんだけど、右のバンカー怖いんで、ピンの左側狙いで、あとは乗らないかも、おお、ナイスコースマネジメントです、うん、2オンです。だけどちょっと遠いかもね。ピンが奥だから。二段グリーンみたいの多いね。二段グリーン多いね。登って下り。あ、これは寄せてパーみたい。距離はぴったりです、もっといったか、はい、入れたい、
パン欲しい。まっすぐ。さっきからこの距離弱いからちょっと強すぎた。ナイスです。パーです。セカンドがね、良かったですね。160ヤードぐらい、もうちょっとあったかな。ちゃんと乗せれたんで。ウッドで乗るってすごいね。なんかね、調子いい時は5番ウッドでも狙える時はあるんだけど、なんかやっぱね、ダメな時はちょっとダメですね。最近はちょっと5番ウッド調子があんまり良くないから。もうウッドなんか全然距離感わかんないもん。飛んだり飛ばなかったり。そうよね。そう。じゃあ突然、はい、始まるリンゴルフを行っちゃおうかな。リンゴルフ王。4問目は最近飛ぶ鳥を落としまくってる YouTuber さんの、はい、それゴルフ系。ゴルフ系、うん、まあ、あの中井岳さんなんですけど。今すごいですね。そう、はい、2018年の3月21日に、はい、これ別に岳さんが出たわけじゃないんですけど、うんうん、まあ、心ちゃんのお兄ちゃんの宮下さんが、うん、はい、中井岳さん考案のスイング矯正ベルト、へー、そう、それをね使用した動画があったんですよ。ほう。で、うん、まあ、そのベルトの名前は何でしょうっていう。ベルトの名前、はい、矯正ベルト、まあ、スイング矯正ベルト、まあ、ヒントは、ヒントは、まあ、それが由来なのかちょっとどうか分かんないんだけど、ガクさんの名前をちょっとなんかいじって、うん、へー、なんとかベルトってなってる。なんとかベルト、うん、ガクベルト。ガクベルト。まあでもそうなるよね。そうなるよね。GB。そうなるよ。でもちょっと由来がそうかは分かんないんですけど、うん、まあ、答え言っちゃいます。もう言っちゃうの？はい。だってガクベルトでしょ。ガクベルト。マナベルトです。学ぶとガクさんのガクも出してる。ガクが漢字で学ぶだから。うん、そうそうそう。おお、なるほどね。学べると。学べると、いい、そうなんだ、はい、どういうベルトなのか私もその動画見てないかもしれない、うん、まあ、これもね出てないから、うん、そうね私別に運営とか企画とか携わってなかったから、なんか自分の出てるやつしか見てなかったまあそうなるよねだから僕もなんかこれをきっかけにね、うん、いろいろ見て、うん、今なんかね、あ、こういうことやってたんだとか結構勉強になってる。なるほどね。結構いろんなことやってるよね、多分ね、うんうん、そう。宮下さん、そんなの使ってた。ガクベルト、またベルトですね、はい、まあね、今中井岳さん本当に、まあ、上手に炎上して大丈夫でしょ、うん、ね、上手に炎上して1本目からバズらして、1本目から100万再生超えってすごいよね。私もなんか報告みたいな、暴露しますみたいな、なんかそういうやつやった方がいいんかな。そうだ、リンゴルフの闇を暴くやばいや、やばいことばっか出ちゃう。 P だよ、そんな闇はないですね。オープンだからね。オープンですよ。あえて言ってないことは確かにあると思いますけど、私も中井岳さんにレッスンしてもらいたいですけど、めっちゃ高いって聞いたんで、3ヶ月あ2ヶ月本当ですか。これガチ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 、これね、払ってる人がいて、払ってる人がいてこれでもカットかもしれないそうだね、違ってたらちょっと申し訳ないですよね。まあ、いいで、うん、まあ、でも中井岳さん声がいいですよね。声っていうか、なんか喋り方、うん、優しいさあの感じ、うん、落ち着いてる。落ち着いてますよね。今年はプロテストが2回あるんでしょ。あ、そうそうそう、頑張ってほしい。ちょうど逮捕の動画で、今日の動画かな。
今日の動画で言ってる、うん、言ってると思う。なんか関わった人はさ、やっぱ頑張ってほしいなって、うん、ちょっと気持ち入っちゃうよね。そうね、やっぱ見てるとね。いやでも今男子プロのさ試合とかいっぱいやってるけど、もう中里幸之助プロ、うん、もうすごい頑張って上位に入ってるから、うん、この間出てもらってすごい応援し、やっぱ本当頑張ってほしいなって。やっぱレギュラーツアーで自己最高って言ってたよ、うん、もう結婚してね、あげまんですね、うん、料理食べに行かなきゃ。あ、そうだね。いや、まあでも本当に今忙しいだろうから。そうだね、落ち着いたら。そう、シーズンオフかな。そうね、あとね、中西直人プロ、うんうん、まあ、なんかちょこちょこなんかね、練習場で会ったりとか撮影とかあったりとかするんだけど、だからすごい最近またかなり目立ったウェア着たりとかして、うんうん、あの何スコアも結構いつか上位に入ってるんですか、うん、頑張ってほしいなと。なんかすごい男子も盛り上がってきたなって感じがするよね。そうね、うん、やっぱなんか役者がいるなっていう感じがする。確かに、やっぱ松山英樹プロがマスターズ、そうだね、そこでこう優勝してからもうゴルフ、男子ゴルフ界にこうスポットライトが当たったって感じがする、うん、ね、すごいよね。